来はりましたな。あいつは竜、あいつについて良くない噂を聞いたぜ。何があったか直接聞きに来た。あいつの居所を教えな。じゃなきゃ逮捕すんぞ。こいつさっきからずっとこの調子や。お前こそどこの誰だよ。警察の邪魔するとし、ああ嫌やわ。こんなとこで油入れるくらい東京のあっちこっちがえらいことになっとるよ。いちいち嫌味な言い方しやがって。店では静かにして。おばさんたち、誰がおばさんだ。私じゃないよ。なんだお前、かわいい。そのぬいぐるみどこで買ったんだ。こ、負けのわからん絡み方はやめなはれ。これはリュウジの家。あいつもアンさんときちんと話すのは初めてやな。リュウジを捕まえるのに協力して。分かってる、私も参加する。そら話が早くて助かります。おい、いまいちついていけねえんだ。それなら私にも一枚かませ。ちは、又吉さんからあいつのことを頼まれたんだ。あいつ警察の助けなんかいりまへんわ。これは身内だけのもん。身内？はあ？何きっぽい勘違いしてくれてますの？あっちには夕ご飯という心に決めたお人がおる。誰がヤンキーだ。こら、紛らわしい言い方したのてめえだろうが。本当にこのメンバーでお兄ちゃんを追う。待ちかで警察と組むのなんて足引っ張らんと約束するなら。誰が足引っ張るか。現役の刑事なめんなよ。計画の要はこっちで龍二を捕まえることや。妹班にはバッチと一緒にエデンに行き、バッチは龍二の足止め。アンさんがログインスポットを割り出したら、私とこいつでそれを受け取って龍二をとっちめるってわけだ。これは二度と使えない計画や。心配すんなよ。よっ、おいお前、龍二の射程は私の射程だ。やれやれ、ほんにお上品。しかしアンさん、覚悟はええんか。おばさんには関係ないわ。あのね、実は協力してくれるって聞いてから。マムの、こっちは位置についたぜ。あちらさんは準備。やれやれ。へって対象来たよ。ほな作戦開始。こっから先へは、エデンでこれだけ好き勝手しておいて、フーリエのリーダーともあろう男が、なあ、リュウジ。おやまあ、だんまり。お兄ちゃん、私。妹相手のその態度かいな。さ、アンさんは、
俺の邪魔をするな。そんな。こりゃ長期戦はきついで。待って、もう少し。捕らえた。バームもこの座標。分かったよエリカ。急いで。さてあとは。お待たせ、リュウジの位置情報。この場所なら近いな。攻撃が止まった。どうしたんや。消えた。おい、お前が送った位置にいたの。龍。私たちの動き、作戦は失敗。エデンにいたのも龍二じゃなかったみてえだわ。こいつのことは私に任せて。ただの刑事、嫌な予感がする。
エデンで戦ったリュウジはダミーで、ログインスポットにいたハッカーも、これもリュウジの新しいデジモの力な。でも、そこまでやるなんて。どういうことよ。私たちの追跡を巻くだけにしては、手が凝りすぎ。アンサー、いつからそこ。俺の狙いは、最初からお兄ちゃん、そりゃまたなんとも面白い。わけ、だと。千歳だけじゃない。お前たちのせいで、あんだ、その罪は償ってもらう。まずは、次は言う。間違え取ったら堪忍な。今、ザクソンは、よう言うた！待って、お兄ちゃんや、千歳は、私が何とかするから、神城の研究員が、お前に何ができる？みんなお前のために、エリカ、お前の、エリカ、お前のせいで、みんな消える。なんでなんだよ。必死で働いて、絶対に頭を下げちゃいけないやつ、そうまでしたのに。なんでお前は治んねんだよ。なんで、いつも、お前が悪い。お前さえいなければ。そうだよ、お兄ちゃんの苦しみは、悲しみは、ごめん、お兄ちゃん。けど、大丈夫。お兄ちゃんの居場所は、私が取り戻す。ごちゃごちゃうるさいわ！バッチをこれだけ怒らせておいて、仲良く兄弟喧嘩。待って、お兄ちゃんと話をさ。あきまへんわ！ユーゴファの手出す。波のやり方で済むと思うから。やめて！アンさんとすか。リュウジの妹はどないした？タイガー・ベスパモンの力を借りて店の倒壊からはなんとか守ったんどすが、特別治療室で治療を？ほうか。フーディへの倒壊な。ワッチがあかん。ユーゴ派の名前を出されて、そんで
あの止めるどころかとんでもないことになってしまった。それはな、ユウ、でもこの顔なので、もうそんなこと言うて。お久しぶりです。彼女、三島隆二の暴走はアンダーゼロで、ザクソンを代表して、実は神城を内外から守るために、関係者としての顔と、人バロンサーバの件ではあまり深く考えないでください。お詫びといっては、三島エリカさんの件に関しては心配しないでください。今私は上城の社長代行のような立場。聞きました。そのために岸辺りへと人の命を計りにかけて汚れ仕事をさせ、上城にいながらあの人の悪行に気づく。これはその、優子は悪うない。岸辺は優子のアバターを使って優子はの行動すら自分に都合がいい。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。ありがとう。でも今は怪我の治療にせん。優子は、聞いてはるんや。わ、そうですね。改めてあなたは、は、い、いややわ。この町と陽子班が確かに響きとしては悪いね。退院して覚えておきなはれ。とにかく、そんな言われて、あ、自分でも、ヘイと私は、なんて言ったんですか？自分でも、よく考えてみましたが、うまく言えませんが、これで、答えになり、ゆうかふ、上城は、私にとってエデンは、今は亡き父と富士の、その場所を守るので、それにリエさんの手のひらの上で踊らされていたとはいえ、岸辺リエのことは、彼女は私の大切な場所や人を、彼女の野望はまだ続いています。このままではそんなこと絶対に、私が、ありがとうございます。すべて解決したら、エリカ、ずっと治療を受けてなかったのもあるだろうけど、やっぱりリュウジのねえ、私たち、うん、エリカだって目を覚ましていたら、よーし、そうと決まればくよくよし。この病室、ネット環境が揃ってるし、 PC があればどこかで買ってくれば。エリカ、
どうしたの？え？え？おかえり。エリカが目を。ここどこ？そっか、フェイが神城の偉い人がエリカの治療も工面して、うん、でもおとなしく治療なんて受けていられない。お兄ちゃんにはもうじ店で会った時、お兄ちゃんはあのデジモンに影響、うん、お兄ちゃんがあのデジモンに影響を与えているのかも。これ以上長引けばきっとお兄ちゃんは。でもだからってどうすればいいの？エリカだって無理だったのに。これ以上やっぱり最初のお兄ちゃんを正気に戻せるのは、私たちにできるのは千歳の声ならきっと。そうだね、今はそれし、スエドーからもらった論文、解析するんでしょ？うん。あの人は、手がかりはあの中にあるって言ってた。それなら、すぐ始めなくっちゃ。何か変わったことはなか、そういえば、妙にリアルな夢は見たかな。それが何？
Thank you.
みんなのおかげだよ。Yeah.